アホ。はい、どうも。アイメロンです。生きとうせんクソロバースト、本日もやっていきたいと思います。はい。今日からシーメットですね。スコアタ大都市祭が始まりました。はい。まあ、イベントといっても、3日か4日ぐらいしか、やらないんで、まあ、すぐ終わっちゃうんですけどね。平日だけですね。もう週末すらまたがないんで。うん。まあ、ほんと、アニバーサリーに向けての、もう、つなぎみたいなもんですかね。はい。つなぎでやるにしては結構めんどくさいイベント来たなっていうか。結構前ですよね。いつだろうこれ。1年以上前かな。もうなんか、あんま覚えてないですけど。あれですよね。コスト別、なんかコストごとに縛って、で、さらになんか縛りを強くすると、なんか倍率増えて、ポイント稼ぐみたいな、だったと思うんですけど、結構めんどくさかった気がする。まあいいや。一旦それは置いといて、ガチャですね。ガチャもそれに伴って新しいの来てるんで見ていきましょう。で、ピックアップキャラはバッチンですね。はい、ビジュアルこちら。だから、スコアタ大都市祭のコラボというよりは、パチンコ新規当選とのコラボって扱いなんですかね。P 新規当選ガチャって書いてあるんで。まあ、どっちでもいいんですけど、そう。前作の時もそうでしたもんね。ちょっと誰実装されたか覚えてないですけど、C さんとかでしたっけ ?C さん、誰いたっけ孫作とかもだっけ、あ、違う、孫作はあれか配布だったか、もうちょっと記憶にないけど。まあ、すでに何キャラか実装されてますよね。はい。で、今回が、まあ、バッチンということで、前作のパチンコは、まあ、そこそこ打ちましたね。まあ、スペックはそんなは嫌いではなかったんですけど、でも、やっぱあんま面白くなかったですね。2、3回打ってもう飽きて打たなくなりましたね。今はね、第一ってメーカーがね、作ってるんですけど、だから今回のね、新台も第一が作ってると思うんですけど、それまではね、ずっと高尾ってメーカーが、打ってて、なんか画面でかくなってる。よいしょ。そう。意気投戦の半径はね、高尾ってメーカーが持ってて、高尾も潰れたんだっけ?なんか潰れたかなんかして、半径が第一に移ったんですけど、僕、タカオの時のね、意気投戦が結構好きでよく言ってたんですよね。あ、でもそれは嘘かな。タカオの意気投戦って言うとくくりでかすぎるな。晩年のタカオの意気投戦は嫌いだった。もうスペックが本当にクソすぎて。どうやって出すかわかんないレベルのスペッククソさだったんで。さすがに、晩年の方のは嫌いだったけど、ST タイプのやつが好きだったんですよね。黒い大枠、黒い筐体の、どんなんだっけな、なんか 80% で ST 突入の機体継続率 80% みたいな ST で、ただ当たっても 20% で通常落ちがあるみたいな、なんかへんてこな ST だったんですけど、だから機体継続率はそんな高くないんですけど、まあ高尾なんでね、基本スペッククソなんで、あんまりねがっつり出る台ではなかったんですけど、それが結構好きでよく打ってましたね。はい。まあ、高尾はね、基本どのパチンコもスペックがね、良くないんで、あんまり好まれるメーカーではなかったんですけど、ただ僕は結構好きで、なんだろうな。まあ、スペックが悪い分、ポールも結構甘く使ってくれるんですよね。僕が多かったんですよね。甘くっていうかまあ、釘がそこまで閉まってない。スペックいいと、もうほんと、有料店以外ガチガチに釘閉めちゃうんで、まあ、有料店でもイベントの時以外は大体閉めちゃうんで、そう、もう、面白くないんですよね。回らなすぎて。だから、スペックいいのもちょっと、まあ、ね、扱いが難しくなっちゃうんだよ、これが。だから、あんまり、そう、こっちがね、楽しく出なくなりがちなんですけど、まあ、その分ね、その分というか、それに対してね、高尾は、まあ、スペックがクソな分、ホールがね、あんまり釘締めないことが多いんで、結構遊べるんですよね。あんま勝てないけど、そんな出玉とかね、いっぱい出ないけど、まあ、とりあえず回ってくれるから、なんか、時間潰しにはちょうどいいんですよね。イライラもしないし。はい。まあ、逆に、もう、高尾の台ですら釘ガチガチに締めるようなホールはもう完全に終わってるホールなんで、まあ、行かない方がいいですね。何の話をしても全然関係ない話してる。バッチン、バッチン。そう。今回バッチンです。ということで。
まあ、コースは15のコースなんでね。だから、今回のイベントのね、スコート大統一祭でまあ、使ってくださいってやつですよね。スコート大統一祭があれ、コスト、縛り？違う。コストごとに、なんか、スコアが出るんだよね。確か。もう久しぶりすぎてなんか忘れてるけど。で、さらに、縛りを加えると倍率が上がって、倒した時のポイントが増えますよ、みたいな、だったと思うんですけど。そう。コスト15縛りだとね、もうほとんど使えるキャラいないんで、SSR だとね、この、パチンコとのね、コラボのキャラぐらいしか、実装されてないんで、まあだから、スコアと大統一さえガチりたい人なら、まあ、欲しいかなと。まあ、ただ、前回もね、中英ポジションはね、実装されてるんで、そっちで育ってるキャラがいるんなら、まあ別に今回のバッチンは、うん、無理して、あ、まあ、それは評価してからにしようか。まあ、とりあえず見ましょうか、中身を。はい。なんじゃこれ。岩石流星でいいのかな？岩石流星、馬長猛器。水属性の武器が拳で中衛となっております。リーダースキルが流れ水。水属性投資の余ダメージ 7% 上昇。シャイネマックスで余ダメージ 18% 上昇。通常スキル一つ目が、剣意。20秒間すべての敵の火ダメージを 10% 増加させる。二つ目、脈弾。35秒間敵一体に威力 30% の毒状態を付与する。三つ目、落水。敵一体に威力 150% の水属性攻撃を一回行う。成功効果。自身が次に使用するスキル、EB の威力を 1.5 倍にする。エグストラバーストが、少林、地名、無神門剣。すべての敵に威力 1000% の水属性攻撃を一回行う。特性、対象が毒状態の時威力が 1.6 倍になる。となっております。はい。じゃあ、いつも通り、リーダースキルから。リーダースキル、油ダメージ上昇。まあ、倍率低いんで、まあまあまあ、コスト15縛りの時のメインパーティーで使うかなぐらいかな。もうそれ以外で使い道はほぼないですね。はい。で、通常スキルが、一つ目が地味に偉いですね。火ダメージ増加持っていると。まあ、水属性縛りの時のスコアタでね、サブパーティーにおいて、まあ、火ダメージ増加要因の一人として置いとくのは全然ありですね。うん。レアでね、バッチン使っても 7% がマックスだったと思うんで、だからまあ、スキルレベル1の状態でも 10% なんで、まあ、水属性スコアタが散りたい人なら、まあ、取っといた方がいいかなと。うん。まあ、今ね、ただ、山田がね、実装されて、だいぶ水属性の一撃火力は、ぶっ飛んでるんで、まあまあまあ別になくてもいいかなとも思うんですけど、まあ先々を見据えてね、さらにレベルキャップ解放されて、もっとシビアにね、火力が求められるようになった時に、まあいるといないでね、差が出るかもしれないんで、まあかもというか差が出てくるんで、まあ、その未来に備えて持っとくのは全然ありですかね。はい。まだね、水属性だけだと火ダメージ増加要因。一人か？どうだろう。劉備だけかな、光栄の。今思いつくの劉備しか思いつかないんですけど。あ、だからまあ、レアバッチもまだ使う可能性はあるってことか。3体まで入れられるから。うん。劉備、バッチンバッチンみたいな感じも全然ありかなと。うん。まあ、仮に、さらにね、火ダメージ増加水属性実装されたとしても、次にね、リストラ対象になるとレアの方なんで、まあ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 、持っとけば、しばらくはね、うん、まあ、中間、サブ要因としては使っていけるんじゃないかなっていうのですかね。はい。で、コンサ15縛りの時のメイン火力で使うにはどうかっていうと、まあ別にそれもありなんじゃないですかね。威力 1000% の毒状態 1.6 倍で、で、さらに自身でね、1.5 倍バフも持ってると。ただ、会心バフとかね、防衛とかで乗せてあげれば、まあ結構ね、瞬間火力は出せるんじゃないかなと。しかもコンサ15投資だとね、EB レベルも上げやすいんで、うん、まあきっちりね、メインパーティーで使うならレベル5に上げて使いたいところですかね。はい。まあ、ただね、すでに、実装されてるね、孫作とか、Aさんとか、コスト15の同じような SSR のキャラも、
まあ、火力はね、全然高いので、まあ、そっちがもうすでにね、育っているということであれば、まあ、無理して今回のバッチンをね、育てて使わなくてもいいかなと思いますね。特別その二人に比べて抜きにした性能になっているかっていうと別にそうでもないんで。うん。どっちかっていうと今回のバッチンの価値は、この1個目のね、ひらめき増加要因うん、としての方が僕は、なんだろう、価値を見出しているので、まあ、うん。サブ要因として考えたらまあ、そうだな。まあでもスキルレベル上げるのありかな。ヒダメージの増加の倍率上がるから。まあ言うてマックスまで上げても 5% だから。まあまあまあ。まあどこまでガチるかかな、ここは。まあでも持っといて損はないキャラかなと思いますね。はい、今回使うにしても、使わないにしても。まあとはいえね、控えてますから、アニバーサリーが、この後。うん、あくまでね、今のこのイベントは前菜なんで、うん、あんまりね、流玉使いたくないんですよね。だから全然スルーでもありだとは思います。はい。中年に備えて。スルーでもいいかとは思うんですけど、まあでもね、ちょっと15年って出やすいんですよね。倍率がかなり甘くなってて、排出率が優勝だと ?10 体目で 25% か。で、通常の枠でも、2% あるんで、まあ、かなり甘めなので、まあまあまあ、優勝何回か回せば引けるだろうということでってやって、前、なんだっけな。あれ、長飛か。長飛の時、確か、どちゃくそ沼ったんですよね。優勝5回やっても出なくて、で、通常枠の方で、なんかもうめちゃくちゃ回させられた気がする。なんかそんな可能性もあるんで、正直、うん、舐めてると、痛い思いしそうで怖いっちゃ怖いんですが、まあ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 、でも、そんなね、毎回、が、は、いや、やめとこう。やめとこう、やめとこう。まあでもやります。はい。前回もスルーしちゃってるんでね、お姉さんとケイちゃん。うん。まあ今回はちょっと、もうサクッと出るまで回しちゃおうかなと思ってます。はい。で、優勝が期待値だいぶ高いんで、優勝でね、狙っていきたいと思います。はい。じゃあ早速来ますか。おまけって何が出るんだ?あ、特にないのか。はい、バッチンだけですね。じゃあバッチンピンポイント狙いで、サクッと出して終わりましょう。じゃあ優勝、やっていきましょう。5回をもう回したくないよ。できれば一発で、いってください。では、1回目、ゴー!ほい。お、なんか久しぶりにこの画面見た気がする。最近ずっと安定してたからね。人事を尽くして、天命を待つ。さあ。優勝だから確定はしてるのかな?うわぁ、ダメかぁ。2回目、こう。沼の悩だよ。サクッと出てね。ローディングじゃわかんないからね。人事を尽くして天命を待つ。どうしろ?くっそー!自力でも引けない。マジか。ちょっと嫌だよ。こんなところで流玉いっぱい使いたくない。3回目。5。やばい。長飛の悪夢が思い出される。天井行ったんじゃなかったっけな、確か。なんか天井行った気がする、長飛の時。人事を尽くして天命を待つ。どうだ!よっしゃ !25% 引いた分ね、自力で1体もいけなかった。まあ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 、ええわ。そう。まあまあ、いやいやいや、いや全然いい、全然いい。長飛の時に比べたら全然マシ。ウルトラスーパーラッキー!僕は馬長モーキ。ねえ、君って強い?強い?ふぅ、6000流玉痛いけど、まあまあまあ、いいでしょう。ふいじゃあ、ガチャ終わりで。あとこれか。アイテムガチャ回しなかったんで、これもサクッと回しましょう。何気にあと3日しかなかったんだ。危な。何が出るんだろう。あー。普通のフェスティバルガチャと同じようなの出るのかな。じゃああれ、SSR 同士の手とか出るのかな。出たら嬉しいけどね。ちょぼ
課金のやつよりはすごいのかな。ああ、でも、気力は嬉しい。もう、気力がほんとなくてね。クソやな。なんだこれ。せめて気力出て。ゴミ。え、ゴミすぎん？もうちょっとなんか出てる。え？ひどい。まあでも、平気だからこんなもんなのか。ああ、まあ気力はいい。気力は嬉しい。で、ここで、どうしましょう。はい、ゴミでしたー。まあいいや。別に、力使ってないし。じゃあ、終わりか。コアタもね、今週から、じゃあ普通のスコアタから見ますか。今週は、通常のスコアタは、水属性でルールなしと。なるほど。風か。風ね、ほんと最近10位以内にも残れてないんですよね。なかなか鬼門ですけど。まあでも、風縛りじゃないから、うまいことやればいけんのかな。瞬殺目指すならやっぱり、義経？風の義経で一撃で一気に進めたいですけど。まあ、そこは他の属性のね、闘志の力を借りて、なんとか頑張ってみますか。最近ね、風というか、まあ、ボスが水属性の時に、ね、10位内入りたいんで、ちょっと10位内目指しましょうか。頑張って。で、メインイベントの方が、はぁ、あ、終わった代表作。なんで赤い服があかん、これめんどくさいなぁ。めんどくさい。しかも期間、25日まででしょ。もう4日間もないぐらいか。そう、で、5コスト、5種類のスコアタやんなきゃいけないんで、いや、だる。だるいっすね、これ。なんかもらえるんだっけ、これ。報酬一覧。あそんな感じなんだ。200人内に入ると、金のね、あれもらえるんだね。はいはい。なんだこれ。累計貢献で。まあよくわかんないけど。はい。まあそうだな。じゃあ200以内目指して頑張りますか。前回何位だったっけ？もう全く覚えてないわ。はい。まあ、期間も短いんでね、だるいですけど。はい。まあ、できるだけね、上位目指してやっていきたいと思いまーす。で、次回はついに、アニバーサリーかな？いよいよ。そうだよね、5月だもんね、始まったの。いやー、なんだかんだ？丸？何年？ 3 年？次4年目？じゃあ次3年目？どっちだっけ？それすらも覚えてないけど。まあ。はい。アニバーサリー。どんなキャラ実装されるのか楽しみですが。やっていきましょう。次回は多分ガチャ回すかな。まあでもそれも性能次第かな。でも言うてアニバーサリーだからってそんな強いキャラ実装されるわけでもなかったよね。どうだったっけ？本当に覚えてないわ。去年とか。まあ、自分好みの性能だったら回していきたいと思います。はい。ではまた次回も見てください。バーイ。